スノーマンといえば礼儀に上限なく思いやりの塊。そんなスノーマンメンバーの女性に気になるポイントが気になるところですよね。そこで今回はスノーマンメンバーが初対面の女性のついつい見てしまうところをご紹介します。岩本照。岩本さんは初対面の女性の目を見てしまうそう。岩本さんは話すときにちゃんと相手の目を見るタイプだそうで、そのため目があったとすぐ気づけるのだとか。岩本さんは目を見て話した方が相手に気持ちが届くと考えているようで、いつも相手の目を見て話すことを意識しているそうです。そんな岩本さんの好きな女性の目はいろんなことを見てきた目だそう。なかなか難しいですよね。というのも経験は顔に出るそうで、いろいろなことを見たり辛いことを乗り越えてきた経験を積んでいる目が好きだそうですよ。また初対面の女性のわざとらしくない優しさに好印象を抱くそう。大勢で仕事してゴミが出たら帰りに自分の荷物と一緒にゴミを持って出るとかね。もし人に見られたら見られちゃったって気にするような人がいいそうで、ゴミがある人とゴミを集めるアピールをするのはいらないそうです。さりげなく気遣いできる人がタイプなのでしょうね。深澤達也。深澤さんは初対面の女性の足を見ているそう。取り繕らないところが深澤さんらしいですよね。間違いなく足です。条件反射で見てしまうというかとインタビューで明かしています。というのも深澤さんの好みの足がちゃんとあるようで、細ければ良いというものでもないのだとか。自分の中で程よい感じがあるんですよね。これは言葉で説明できない。そう、深澤さんの好きな女性の格好で言うと、タボタボの白 T にショートパンツが昔から大好きだそうです。コンサートに行く深澤さんの方、ぜひ参考にしてください。そして深澤さんは初対面の人にグイグイ行けるタイプではないため、女性からグイグイ来てくれた方が好印象だそう。ボディタッチも触ってくれる分にはオールOK、そっちの方が嬉しいそうです。ラウール。ラウールさんは特に女性の見た目に関する好みはないそうで、初対面でも外見で見てしまうところはないそうです。女性らしさも気にならないそうで、どちらかというと初対面から女性らしさ全開のタイプは苦手だそう。女性らしいタイプよりもむしろペットボトルなどの固い蓋も軽く開けてしまう女性の方が惹かれるのだとか。そんな取り繕らない生命力がある女性が好きだそうですよ。またラウールさんは面白い人やギャグ線が高い女性が好きだそう。笑いのツボが同じだと一緒にいたいと思うようです。そのためラウールさんが女性を気になるきっかけはキュンではないそう。ちょっとふざけてる女性の方が余裕があってかっこいいと感じて惹かれるのだとか。素で笑い合える関係、まさに理想ですよね。渡辺翔太。渡辺さんは初対面の女性の眉と目を見てしまうそう。コロナ禍は特にマスクをし顔が見えなかったため、唯一見えていた目をよく見て想像力を働かせていたそうです。渡辺さんはそんな想像をむしろ楽しんでたのだとか。さらにマスクをしていてもしっかりとメイクをしている女性がポイントが高いそうで、しっかりメイクをしている感じが伝わると女子力高いなっていう印象になりそうと語っていました。渡辺さんならではの見るポイントですよね。また初対面からよく笑っている人に好印象を抱くそう。渡辺さんはわざとカッコつけたり真面目なテンションで冗談を言ってボケるそうなので、そんな渡辺さんのテンションに対応してくれる女性が好感度が高くなるそうです。向井浩二。いつも誰とでも素で向かい合っている印象の向井さん。そんな向井さんは初対面の女性のフェイスラインを見てしまいがちだそう。女性にしかない輪郭だと思うので、もっちりしているのもシュッとしているのもどっちも好きなのだとか。そしてさらに髪を耳にかけていれば完璧だそうですよ。髪を耳にかけている色気も好きなのでしょうね。さらに初対面の女性がうんうんと一生懸命会話に相槌を入れていると好印象だそう。また目を見て話してくれる人も好きだそうで、この2つは向井さんにとって大切なことだそうです。向井さんも目を見て話すことを意識しているようで、中学生の頃は恥ずかしかったけど今はあえて見るときと見ないときうまく使い分けてますと、うまく使いこなしていることを明かしていました。阿部亮平。阿部さんは
初対面の女性の目を見てしまうそう。会話をしていても目を見るし、ふとそっちを見てバチッと目が合うとドキッとするからとインタビューで明かしていました。しかしカラコンだと分かってしまうと冷静になってしまうそうで、カラコンをしたとしても人工的なものではなく自然な色や大きさが好きだそうですよ。今ではカラコンが主流ですので、なかなか珍しいですよね。また初対面の女性の驚いた時の反応が素直で可愛らしい時に好印象を抱くと明かしています。会話を楽しんでくれて集中して聞いてくれたんだなっていうのが伝わるからだそうです。一方的に話したり聞いたりというよりも、一緒に盛り上がれる話題を阿部さんは探るタイプのため、相手の反応が良いと嬉しいそうですよ。目黒蓮、目黒さんは初対面でこのパーツを見ますというのは特にないそうです。というのも顔は意識しなくても目に映るから、まず目の情報があり、その人の雰囲気や空気感の方が気になるかもしれないとインタビューで明かしていました。そして相手の考え方の根本を目黒さんが尊敬できるものだと、より気になる存在になるそうです。そしてさらに気が使えたり頭が良いと好印象だそう。単純に勉強ができるのもそうだし、周りをよく見てるなって、生きてる上での賢さを感じられる人がいいのだとか。きっとみんなで飲み会しててもそっと何か気づいて片付けたり、気配りできる人を見てしまうのでしょうね。目黒さんの気になる人には自分から話しかけるタイプだそうで、そんな時の会話が弾むと嬉しいそうです。この情報を知ってて目黒さんに話しかけられたら惚れてしまいますよね。宮舘涼太、意外なのが宮舘さん。宮舘さんは初対面の女性の髪の毛をつい見てしまうそう。丁寧にブローしているとか、自分で時間をかけてケアしているんだなっていうのが分かりやすいと思うからと語っていました。じろじろ見るわけではないそうですが、ふとした時に綺麗な髪の毛だなと感じることがあるそうなので、どうやら無意識のうちに気になっているそうです。確かに髪の毛はケアしているかどうか分かりやすいところですもんね。また初対面の女性が敬語で話せる人だと好印象だそう。年齢が上とか下とか関係なく、大人として初対面の人に対する言葉遣いって大事だと思うそうで、初対面から砕けた口調だとおやおやとなるそうです。敬語がしっかりしている方が僕は安心できるそうで、言葉遣いがしっかりしている宮舘さんらしい好印象ポイントですね。佐久間大輔、佐久間さんは初対面の女性の目を見てしまうそうです。基本的に佐久間さんも目を見て話したいそうで、相手も佐久間さんの目を見てくれるといいなと思うそう。そんな佐久間さん、自分でも初対面の人に初めましてと挨拶するときはちゃんと目を見るようにしているのだとか。確かに佐久間さんは誰に対してもハキハキと目を見て礼儀正しい印象がありますよね。そしてさらに目がクリクリしている子は印象に残るそうですよ。またよく笑う子やおしゃべりな女性に好印象を抱くそう。佐久間さんも話を聞くのが好きなため、会話の内容は気にしずずっと女性に話していてほしいそうです。佐久間さんと話していたら心地よくずっと喋りすぎてしまうのではないかと心配になりますよね。今回はスノーマンメンバーの初対面の女性の見るところを紹介しました。多くのメンバーが女性の顔部分をつい見てしまうことが分かりましたね。コンサートでいつ目があってもいいように気をつけないとですね。最後までご視聴ありがとうございました。